ばんは。こんばんは、こんばんは。いかがお過ごしでしょう。今日って火曜日だったんですね。あ、火曜日、そっか、火曜日だったんですね。あ、かわいいギフト。ありがとうございます。ありがとうございます。しんのすけさん。お疲れ様です、皆さん。こんばん、ケロケロ。10時から見たいドラマがあったんですけど、火曜日っていう認識がなかったから録画してなかった。今日はね、レッスンが終わった後練習、残って練習してました。ギフトありがとうございます。ありがとう。さこちゃんもね、一緒に残ってくれて、すごいすごい分かりやすく教えてくれて、もうさこ先生ってなってた。疲れた。ちょっと足が痛すぎて、さっきまでずっと動けずにいました。家に帰ってから痛い痛い。そう、さこちゃんにだから今度ね、お菓子お礼の品を返したいと思った。何が好きなんだろう、さこちゃん。先生ですね。そう、足も早くお風呂入りたいです。今日ね、黒いレッスンの服、レッスンに行ってた時は黒い服着てたんですけど、白に着替えました。すごい黒飛び、白飛び白飛びしちゃったから、配信始めるちょっと前に着替えました。一光さん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ありがとう。ジャージというか、レッスン着ですね。お疲れギフトもありがとうございます。そう、おもこいでさ、こうやってウインクするふり、かわいいよね。今日外暑くて熱中症になりかけた。大丈夫ですか？もうね、本当に急に夏になったよね。梅雨が明けて夏って感じ。日差しも暑くなりましてね、本当に一気に暑くなった。夏バテは多分大丈夫だと思います。多分、ね、梅雨っていつ明けたんですか？なんかもう気づいたら明けてて、いつ明けたんだろうって。何日前ぐらいかな。全然最近天気予報見れてなかったから知らなかった何日か前ってまあそれぐらいですよね。でも、あ、私が海の家にいる間に開けたの。え、そうなの？じゃあもう2日前とかっていうか、昨日、え、昨日かな？昨日だっけ？昨日は何しても、あ、昨日は家で練習してた。2日前、日曜日。2日前とか。先週か。そうなんだね。つい最近ですね。でも、1月20日だもんね、今日。疲れた疲れた。今日はお風呂にゆっくりと浸かって寝ようと思います。
7月もあと10日なの。マジですか、マジですか。それはお疲れギフトありがとうございます。そうね、今日一日動いてましたね。朝レッスン行く前お家で練習して、レッスンでレッスン終わってから残ってしてた。足が疲れたあ、でもちょっと聞いてほしいことがある今日レッスンでね、珍しくね褒められました。はい、拍手パチ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 お、ハチハチハチそう、ダンスの先生にね、あ、思ってたより踊れてるねってでもね、ちょっと誤解しないでくださいね。大前提で本当にみんなと求められてる、なんだろう、基準が違うんですけどそう思ってたよりね、ちゃんと踊れてたって。よかったね、ツアー出れるねって言われましたそう、もう、あ、よかったですって言って頑張りますってそう、でもよかったです。もうツアー本当出してね、もらえます。私よかったよかった、本当にもう本当によかった、安心した。うん、出れないかと思ってたからそう一応ね、出場のなんていうんですか、判定資格をクリアしましたまだね、あと10日9日あるので頑張ります。私も楽しみたいし、ツアーを見てくださる方にその楽しさが一緒に楽しめるように日々頑張ろうと思います。昨日かな、すごい、あ、もうダメだって思って、すごいもう踊れませんっていうメールを送りました重めで送っちゃいましたね。もう立ち位置も覚えれないし、ダンスももう覚えれないし、もうダメだわって。セトリ本当良かったっていいよね。多分本当に見てて楽しいセトリだと思う。私も見てて楽しかったもんあ、そう、首、あ、でもね、首もう昨日今日起きたらだいぶ良くなってて、でもね、ちょっとまだ痛いけど、だいぶ良かったから、もうレモンジュースもできました。で、昨日は本当に首痛すぎてもう曲がんなかったんですよ。なんかもう今だ、あ、でもまだちょっと痛いな。今だったらでもこれぐらい曲がるんですけど、本当にもうこれぐらいだったレモンジュース、ちょっと大人ジュース、恋は汗をかくもの あなたにあげたいレモンジュース、レモンジュース、ちょっとちょっと、今日首痛めた、大丈夫？ぜひなんかもう安定させてください、お大事に。そう、不思議じゃないですか、私さ、船のなんかすごい、なんだろう、寝にくそうなソファーみたいなとこで寝てても全然首痛めなかったし、あのホテル、その前日のホテルのベッドとかで寝ても首痛めなかったのに、お家に帰ってきてお家のベッドで寝たら首痛めてたなんでって思いました。なんでだろう、な
んでだろう。実は家の枕合ってない説。でも私もずっとね、ずっとなんかあるんですよ、大好きな枕が。小学校ぐらいの時からずっとその枕、ただ何回か変えたけど、その絶対同じものにしてて、実は合ってないのかな。福岡から持ってきました。なんかほんと枕変わると私寝れない人だから、初めの方の STU 入って初めの頃はどっか遠く泊まるとかなったら枕持ってってたんですけど、最近はもう持っていかなくなりました。枕低い派ですね。低い派。絶対高かったら寝れない。あ、低い方がいいの？本当？硬いやつじゃない、なんかもうあるかないか分かんないような枕です。低いし、あれこれ枕あるみたいな。だからね、ホテルのベッド、ホテルの泊まった時とかの枕じゃ私寝れないから、そういう時は枕なしで寝てます。なんかタオル、持ってったタオル引いたりして寝てる。そうだね、水枕みたいな高さ。水枕って何ですか？氷枕？氷枕と違う？今日の雰囲気めっちゃ好きって、もうなんかあれだよ、もう。もうただのボサボサ、何も飾ってないボサボサって感じで申し訳ないんですけど、ボサ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 。私寝相はいいのかな、自分の寝相わかんないから、わかんない。わかんないです。寝相でもどうだろう、ベッドから落ちたことは1、2回しかないからそんな悪くないかも。あるんかいって言われてる。そう、1、2回ありますね。でも分かんないです、分かんないけど。結構ね、布団とかは蹴飛ばしちゃってるかもしれない。寝言が言うのかも、わかんない、わかんない、もう自分じゃわかんないです、何も。寝てる時見えない、幽体離脱でもしないと見えないのでね、寝言、でも寝言とか言いますかね、実際そんな言いますか。Y が調べてあげましょうって、じゃああれですね、幽体離脱してからなら来てどうぞ。幽体離脱して見に来てください。寝言ってどんなこと言うのかな、夢の中で喋ってることか。なんかの夢見たな今日、でも全く思い出せない。フィルマさん水鉄砲バン、ありがとうございます。なんかの夢見たんですよね、なんだったっけな、思い出せそうで思い出せない。なんか多分本当に現実の
世界みたいな夢見て、多分 STU のグループで何かしてたんですよ、夢の中で。あれ？あれ？あ、私、あれ？私ってあれ、私昨日配信 しました？え？私配信昨日したっけ？昨日ダンスがやばすぎて、すごいやばすぎてしてないえ、なんか特別措置なんですか？そうなの？え、嬉しい、え、嬉しい、歓喜歓喜、やった。いや、私ちょっと心苦しかったんですよ。なんかさ、船でさ、すごい電波悪い中無理やり配信15分したのに、昨日途切らせちゃうのがちょっと心苦しかったから。え、嬉しい。そうなのね。なんかわかんないけど、なんかわかんないけど、5日だって、やった。そうなのね、すごい、5日か今回は何日まで続くのでしょうか5日なのね。1週間と見た。そうなんだね。そっか、ツアー31日で、なんか多分あっという間に来るんだろうなって思います。皆さん、ツアーの瀬戸りはもう見ましたか？見ましたか、見ましたか。私、あのタワーのお礼を、そう、タワーのお礼を書きたかったんですよ。山井さんと吉彦さんの文を読んでないですよね。山井さんのタワーってバイクマタワーで合ってますか？ユニット何する？はお楽しみに、お楽しみに。皆さん、ツアーですの曲で好きな曲とかありますか？12秒。あ、夢は逃げない。私もめっちゃ好き、めっちゃ好き。なんかもう本当に初め聞いた時、初めて聞いたんですけど、私ツアーでするってなってから、もうなんか確か泣きました。なんかあーって思ってめっちゃいいね、本当によく聞いてます。私なんか2番の歌詞とかもめっちゃ良かったので聞いてください。え、山井さん、バイクマタワーで合ってるかしら。山井さん、バイクマタワーありがとうございました。ありがとうございました。バイクマ
ありがたわでした。なぎいちも可愛いよね。なぎいちぜひ皆さん私を見ててくださいね。ありがとうございました。このバイクマタワー可愛くてちょっと消したくないな。消したくないけど、次のフラミンゴ浮き輪タワーを描かなきゃいけないのでね、消したい。ありがとうバイクマ、君はなかなか可愛かった。いや、なかなか可愛かった。あ、なぎいちはメンバーが運ぶとこ好きそう。こうやってさ持って運ぶよね。持って運ぶのあれ可愛いよね。なんだろう、私何の曲が好きかな。あ、真夏のサウンドブッドが難しい。振りが難しいなって思う。バイクマ消します。バイバイバイクマ、バイバイ。ちょっと悲しいので見せながら消そう。あ、純情フィロソフィーも私好きですよ。正純を守りたい制服を脱ぐまでは怖いって言われてる。怖いって言われてるのでちょっともう見せません。ガシガシ消します。あ、なんだっけ。トゥ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 、その横顔を見てたらハートにそっと触れたくなった僕のいたずら。ごめんね様。ごめんね様。ごめんね様の振りがすごい可愛いなって思って好きです。私めっちゃ可愛い。ごめ様。フラミンゴ浮き輪なんだ、すごいね。フラミンゴ浮き輪タワーなんだね。なぜフラミンゴ浮き輪のタワーを作ろうと思ったんだろう。暑くなってきたので皆さんも体調とか気をつけてください。ツアー当たってほしい、来てください。ぜひぜひ共に暑い夏を過ごしましょう。過ごしましょう。フラミンゴ、フラミンゴ、あ、申し込みましたって。徳島狙ってる。過ごすしか当たればって。当たってほしい。当たりましたって方が結構いらっしゃって嬉しい。会いましょう、盛り上がりましょう。え、今日 37.9 度のとこあったの。 37.9 度って、え、もう溶けちゃうじゃん。
ラミンゴはこの前初めてではないな、実物を見たんですけど、なんかすごかった。すごかった。なんか日本にいるのが不思議な鳥だった。あ、そう、日傘なくしてない。もう日傘必須ですね最近は。猛暑が続くのかこれから。今一瞬風鈴が夏っぽいから欲しいなって思ったんですけど、多分私無音が好きな人間なので、多分もう10分15分ぐらい経ったらもううるさいって言って外しそうって思いました。皆さん風鈴つけてる？実際に風鈴ってお家につけてる方ってそんないるのかな。あ、すごい風鈴の絵文字。つけてる？つけてない。あ、風船じゃなくてなんだっけ、シャボン、ありがとうございます。なんだっけ、シャボンじゃなくて泡？あわあわ。走る電車鉄の辺りでチャ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 ン、前の車両ずっとチラ見してた。釣りかまつかまるあなたの右腕、昨日より日に焼けて、もうね、もうね、歌っていいんですよ。本当もう私もツアーの曲を何度も口ずさみそうになって、本当もう多分 ここまで出てました。よかった、なんとかもうバラさずに、ネタバレせずによかったと思います。吉彦さん、なんだっけなんだっけ、フラミンゴなんたらタワーちょっとアホから見えてた。本当ここぐらいにある歌を皆さんもう見えちゃってた。あら、あ、フラミンゴ浮き輪タワー、ありがとうございます。ありがとう、フラミンゴ、フラミンゴ。ありがとう。ボサボサ。ユニットは秘密です。まだ秘密。秘密だよ。ちょっとなんとなくね、気づいてる方もいそうだけど。フォロワー18,000人までいつの間にかあと5人って、ありがとうございます。増え
嬉しい。ぜひぜひ、まだハートがピンクじゃない方は右上のハートをピンクにしてくださると嬉しいです。手取りもあえて見ないようにしてる。じゃあぜひぜひ次のツアーで新しい新鮮な気持ちで見てください。もうすぐね、クアトロ公演もありますよね。課外活動公演がいつかな。私さっき見て知ったんですけど、なんか連休がありますよね。23日、スポーツの日に課外活動の4ユニットが1日するします。広島クラブクアトロさんで、ぜひぜひ来てくださる方一緒に盛り上がりましょう。配信もされるのかな、どうだろう。配信はあるのかな、あるのかないのか、ちょっとまだ分かんないんですけど、チケット完売なの。嬉しい、ありがとうございます。多分ね、なんかちょっと楽しいこととかもあるんじゃないかなって思うのでちょっとアバウトすぎ、楽しいこととかもあるんじゃないかなと思うのでね、ぜひぜひぜひ来てください。リトちゃは夕方一番最後だったです。楽しいことしかないはず。それはそうそれはそう、もうリトちゃんは楽しいに決まってるって。嬉しい、じゃじゃん。誰かが写真集発売とかって、それはないんじゃないかな。リトちゃんです、ちょっとそれはまだないんじゃないかなって思うんですけどね。ユミリンさん写真集発売ですよね。絶対買うって思って、絶対買います。楽しみですね。あ、そう、お話し会、直接会うお話し会が今週末25日にありますね。それも楽しみ。広島であります。また話せるね、会いたいですね。さんもね、そう写真集出されますよね。楽しみ、それも買うって思っていっぱいだ。会いに来てくれる、ありがとう、ありがとう。私もね、ちょっと次はなんだろう、前回大阪と横浜でもやったので、ちょっとマイクとかのあれが分かってるから、多分前回よりスムーズに話せるのではないかと思いますね。長電話って何分以上だと思いますかって、すごい急な質問ですね。何分だろう長電話。30分って長い？1時間以上かな1時間以上かな。
30分長いの？30分微妙じゃない？なんか30分はまだなんか普通に話して、あ、じゃあそろそろ、あ、それ30分でそろそろみたいな感じ個人的には。1時間過ぎたらちょっと長い。5分で電話する？でもね、30分は盛り上がったらすぐだよね。そう、ショールームと一緒ですよ。ショールームと一緒だよ。ほら、だって気づいたら、え、ほら、もう47分で、そろそろ切れちゃうよ。でも私電話するのめっちゃ緊張するタイプです。なんか病院とか、なんか美容院とか予約するときとか緊張する、緊張するから、あ、よし、何時、もう何時って決めたから、決めたら何時に電話しようって、もう1時間前2時間前ぐらいから考えて「うんうん」って言って緊張するよね。電話、そう、ちょっと苦手なタイプ。テロップ書いてないな。声のトーン上がるのめっちゃわかります。すいません原田ですけど、予約の予約を入れたくて、あ、はい。みたいな感じになります。あるあるですね。そう、電話ってさ、そう、声のトーン上がっちゃうの、なんでだろう、なんでなんだろうね。絶対なんかこうちょっとは声変わるよね。テロップどうしよう。テロップは、今日早く寝たいな。なんかね、夜更かししない人間になりたいなって最近。なんか、なんだろう、メンバーと隣の部屋とかが、泊まる部屋とかが同じで、すごい思いました。あれ？寝てる子いないんですけど、寝てる子いないんですけど、寝てる人がおらん。寝てる顔文字がないので、本当に誰も寝てないや。そんなことあるかい。誰も寝てないので、このよくわかんない顔盛りつけました。本当は寝てる子つけたかったんだけどな寝てる子がいなかった。あ、皆さんありがとう、寝てる顔盛り。え、そっか、テロップにも、そっかそっかそっか、寝てる子つける、そっか、顔文字、絵文字いけたんだね。ちょっともう忘れちゃってた。ちょっと編集。そうだったね。進化してるの忘れてたよ。
進化してたじゃん、そうじゃん、はい、じゃーん、じゃ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 ん忘れてました。そう、朝方になりたいんですよエモジいけるの忘れてたぜあ、あくびしてる子もつける。このあくびしてる子かわいいよね。最近なんかさ、顔文字がアップデートされて結構かわいいのが増えた。なんか目がぐるぐるしてる顔文字好きよく最近使ってます私。もう踊れないよって言ってなんかさ、夜になったらもう眠くなっちゃって絶対もう起きてられないっていう人になりたい。あやぱんとゆうなちゃんがそうだった。でもなんで、私さ寝落ちとか絶対ない人なんですよ本当に。私寝落ちしたことなくて、いや一回なんか人生で初めて寝落ちしましたって言ってメール送った気がするけど、本当に寝落ちしなくて私。本当にいくら疲れても寝落ちはしないです。普通に徹夜明けとかでもお風呂入って寝る支度してベッドに入ってからって電気真っ暗にしないと寝れない。そう、多分昼夜こうやったらすぐ寝れる。え、でもそう、それでも多分お風呂は絶対入る。体力があるとか多分ね、そんなんじゃないんですよ。なんか謎なルールなんか縛られてるんです私は。本当だ、もう54分じゃん、54分じゃん。そろそろ、まだ壇上大丈夫かな、まだ大丈夫かな。仕事中だけど寝落ちしそうって、頑張って今日が終わっちゃいますね。ジャムステックのT シャツ届いた？早いね。あ、びっくりってびっくりした？目覚めた？目覚めた？あ、頑張れる？耳が、あ、イヤホンでちょっと大きめで聞いてた方は申し訳ない、申し訳ないです目が覚めたっていやでもごめんなさいね、もう皆さんそろそろ寝る時間だよね寝るのにねごめん、もう一回ちょっと落ち着いて、ごめんなさいごめんなさい、ちょっと私の配信が終わったらね、 YouTube で安眠できる BGM みたいなの流してくださいって今
今の声で隣で寝てる子供が起きないかハラ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 したって、申し訳ない、それは申し訳ない、お子さん申し訳ないです、起きなかった、大丈夫だった、うん、羊数よ、羊が1匹、羊が2匹、なんで羊なんだろう。あ、でも羊が一番あれだよね、睡眠に邪魔、影響の邪魔にならなさそう。なんかそれがさ、虫が一匹とかだったらさ、ヒーってなって逆に目が冴えちゃうもんね。羊確かに、あ、シープとスリープ、そういうことなの、シープ、羊、シープでスリープでなんか似てるじゃんみたいな。そういうことなのかしら。確かにウサギでもいいね。いきなりフォロワーさんが 18,032 になった。え、本当に本当にそんな急に増えたの？そんなことありますか？壇上読みます、壇上読みます、わわわわわ壇上読みます。じゃん、13位、エイジパパさん、ありがとうございます。12位、アッキーザラ大好きマンさん、ありがとうございます。11位、セルヒオリコさん、ありがとうございます。10位、ケンちゃん、ありがとうございます。9位、タンタンタヌキさん、フラダンスも頑張ってくださいね、頑張ります、ありがとうございます。8位、ジップさん、ありがとうございます。7位、高雪トランポリンコーチさん、ありがとうございます。6位、ビルマさん、ありがとうございます。5位、フーくん、ありがとうございます。4位、カズサさん、23日25日よろしくです、よろしくお願いします、ありがとうございます。3位、カズさん、さやかりん、楽しい、ありがとうございます。2位、鳥さんさん、ありがとうございます。そして1位、一光さん、ありがとうございます。パチ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 。そして本日のラッキーフォーティーの方は、じゃ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 ん、ゴールドシップさんです、ありがとうございます、ありがとう。あと30秒、ということで、じゃあ皆さん本日の火曜日お疲れ様でした。ということで、明日も一緒に頑張っていきましょう、ゆっくり休んでください。じゃあそれではおやすみなさーい、バイバーイ、ありがとう、良い夢を見てください、バイバーイ、おやすみなさーい。